どうも、菊池光です。今日はですね、東京芸術大学の油画専攻、油絵科ですね、のデッサン一次試験の入試再現作品、まあ僕が合格した時の作品の解説をしたいと思います。実はですね、まあ僕はお茶の水美術学院っていうところの出身なんですけども、その美術予備校お茶美の方で YouTube で、まあ僕の合格再現作品のプロセス動画が上がってるんですね。合格再現作品何って話をまずしておくと、東京芸大の入試で書くとですね、書いた入試作品は持って帰れないわけですね。まあ、写真を撮って帰ることもできないので、どんな作品が合格したのかがわからないわけですよ。だから帰ってきてですね、予備校で再現するんですね。こんな風な絵を描いてきましたよってことを再現するんですけども、それをこう、まあさらにお茶美の人たちがこう撮影してですね、それをこう、まあこういうプロセスでしたよってことをまあ動画にしているんですけども、今日はその本人の解説付きということでですね、そのプロセス動画を見ながらですね、僕がこうコメントを加えていってですね、どういう技法なのかとか、まあ、具体的にどういう素材使ってたのかとか、そういうところも詳しくレクチャーしていければなと思います。はい、じゃあではですね、動画の方を見ながらちょっと解説していきたいと思います。はい、まずですね、はい、試験の説明をしていきましょうか。2015年東京芸術大学油画専攻合格した入試再現ってことなので、2015年の試験なんですね。で、2015年の試験のテーマはですね、まあ、静物だったんですね。一応モチーフちょっと後でちらっと映ると思うんですけど、まあ、説明しておくと、大きなビーカーが1個あって、水が半分入ってて、で石膏の球が、白い球があって、あと大きな、まあ、木炭ですね、バーベキュー用みたいな大きな木炭があるっていう、でサテン布っていうちょっと光沢のあるグレーの布があってっていう、まあ、すごくシンプルなものでできた静物デッサンですね。で、課題文がモチーフを描きなさいっていうものでした。すごいシンプルですね。で、芸大史上でもかなり珍しいぐらい普通の静物が出たっていう年でした。まあ、それを見ながらちょっと見ていきましょう。まずですね、この描き出し、こうハケを使って粉をこう落としていくわけですね。この粉はまあ製粉って言って木炭を粉にしたものがもう売ってるので、それを使いました。で、なぜ粉を使っているのかというと、紙の目がですね、潰れないようにするためなんですね。で、こう木炭デッサンをやるときにですね、紙の目っていうのがすごく重要になってきてですね、まあ、この後解説していくんですけど、僕はなるべく紙の目をこう潰さずに描きたかったんですね。で、こう紙っていうのはこうザラザラの凹凸がこう、特に木炭紙って言われるやつですね、あってですね、そこにこう木炭っていうのは擦りつけてこう削れていく中で色がついていくわけですけども、逆に言えばこう紙をこうゴシゴシ擦ったりしてですね、その紙の凹凸とかデコボコが取れちゃうと、まあ、木炭もスルスル滑ってですね、乗らなくなっちゃうんですね。まあ、ガラスの上で擦ってるようなもので全然削れてくれないので、まあ、色が乗らなくなっちゃうっていうことがあるので、まあ、最初はこう柔らかいハケを使ってですね、あんまりこう紙の目を潰さないようにグレーを引いていくわけですね。こんな感じで、なるべくゴシゴシ擦らないでスッと顔が乗るようにしてですね、で次に練りゴムを使っていきます。で、練りゴムで、消しゴムでこういうふうに輪郭線を取りながらですね、細かな構図を取っていくわけですね。で、一応ですね、こう今はこうやってサクサク構図取ってますけど、本番はどうしてたかっていうとですね、まあ、結構苦戦しました、書き出しは。まあ、構図はすぐ決まったんですけど、入った時にね、もう静物だったんで、あ、構図考えようって言って考えてたんで、まあ、試験始まってすぐ書き始められたんですけど、まあ、ちょっと構図で失敗しちゃったんですね、まあ、正直言うと。なんで本番ではこんなにまっすぐ書けてなくて、ちょっと一回紆余曲折があって1時間ぐらい経った時ですかね、全部一度消しました。で、一度書いてたのを全部ですね、はたき落としたんですね、布で。なんで、まあ、布ではたき落とすのかっていうと、まあ、紙の目が潰れないように消す方法がそれぐらいしかないからなんですけど、まあ、消しゴムでゴシゴシ擦っちゃうとですね、当然紙が荒れちゃうので、まあ、手拭いを僕は持ってってたので、その布でパンパンとはたき落としてですね、粉を。で、まあ、ちょっと消してもう一回書き直してっていう感じなので、まあ、これは再現なので少し順調に進んでますが、実際はもうちょっと苦戦してますね。練りゴムはイージークリーナーっていうものを使っています。ちょっとよく消えるんですね、柔らかくて。まあ、その代わり紙が傷みやすいので、本当に必殺というか、本当に白く出したいところだけにしか使わないようにして、基本的に消すときは指で、手で取ってですね、消すようにして、練りゴムはこうですね、指で擦ってますけど、あんま練りゴムは使わないっていうふうにしてます。ここも布使って擦ってますけど、これも結構珍しくて、基本的にはあんまり擦らないでほとんど描いてるんですね。
はい、こんな感じでザラ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 とかすらせてるのが分かると思うんですけど、これが僕 の, あの作品の割と特徴的なところだと思います。このさっき言ったようにデコボコをくつぶさないことによって、こう木炭がザラッと乗ったですね、かすれた感じがですね、非常にこう生きてくると。こういうのをよく俗にこう浮いた調子なんて言ったりするんですけど、沈んだ調子とかこすった調子じゃなくて、ザラッと浮かせた調子ですね。でこう書いていくと、それはあんまり一般的ではないんですね。あのこれって普通はこう書いていくうちにどんどんこういうザラッとした調子って消えてくるんですよ。ただ僕の場合はこれをこう最後まであの残してですね、ちょっと他の人とは違う絵肌というか、あの画面の表情を作るようにちょっと工夫してるってことですね。ちなみに木炭はですね、紙を傷つけないために柔らかい柳の木炭を使ってます。具体的に言うと意見の360番を使ってますね。まあ、銀紙が巻いてある有名な木炭ですけども、ちょっと高級なんですけどね、非常に柔らかくて、あの紙を傷めずに色がよく乗るということですね。消すときはこうやって指とかを使ってですね、あんまり擦らない、消しゴムはあんま使わないようにしてます。ちなみに最初になんで一層グレー引いてるのかというとですね、この浮いた調子すごい綺麗なんですけど、やっぱり書き出しになるような調子なので、そのまま仕上げるとですね、ちょっと軽いんですよね。ちょっと途中っぽいというか、わざとやってるのか、まあちょっと演出やってるのか、なっちゃったのかが分かりづらいので、まあ一層薄く引いてですね、深みを出しつつ、重ねて重層構造を作りつつ、まあ浮いた調子も浮きすぎることなくですね、見れるように手のひら使ってますね。この辺はなんで手のひらとかを使うかというとですね、この辺は押さえるっていうんですけど、こするとは違って、こうトントントンと叩いてますよね。叩くとですね、粉がちょっとだけ紙の目の隙間にこう入り込んでいって馴染んでいくんですね。でまあファンデーションポンポンってね、やるのと同じで、粉をもこうポンポンと叩いてあげると綺麗にこう広がっていくんですね。でこうザラッとした調子もちょっと抑えられる、まあ、こするほどいかなくてもちょっと収められて、こういうふうにザラザラと乗せては手で叩いて叩き込んで馴染ませて、でまた叩いてっていう感じで手のひらを使って、あと指の腹とかですね、指の先っぽで叩きながらこう重ねていくと。結構地道でですね、まあ芸大の入試一次試験は試験時間5時間なんですけど、目いっぱい使いましたね。この再現の時も目いっぱい5時間かけて書いてます。この辺の木炭の切り口だけは擦ってますね。ちょっと差を作るために、他は全部浮いた調子なんですけど、さっきからあの左下の、ね、この木炭の切り口のところのひび割れてるところだけはしっかり擦り込んでですね、擦筆とかも使ってますけども、まあ、あのちょっと差をつけてるわけですね。でまあ僕の絵の最大の特徴はやっぱりこの溶け込むっていうところで、まあ、いくつか輪郭が溶け込んでると思うんですけど、最後ね完成図見ていただければ分かると思うんですけど、ここ最後まで溶け込んだままなんですね。あんまりこう輪郭を打ち出さないで、必要最低限のぶつかりとかを描いていくだけで、まあ、なるべく絵を構成してるんですね。まあ、あとは構図に関しては、まあ、あんまり特別な構図は取ってなくてですね、ただ一つ注意したのは大きく取りました。なんでかというとですね、みんなが割と周りの人がすっぽりあの全体を入れてる構図が多かったので、まあ、多少バランスが崩れてもちょっと目立った方がいいなと思ったんで、僕は大きく入れたんですね。ちょっと目立つかなと思って、でこの辺にちょっと強い黒をギュッと入れたりしてますね。こうすることで周りの色が一気に明るく見えるわけですね。コントラストができるんですね。はい、こんな感じでトン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 と指でなじませながらまた塗って、こすらないってことですね。とにかく叩く、叩き込むのとかすらせてのせるっていうのをひたすらやってます。はい、壁とかも丁寧に、これすごい時間かかってるんですよ。壁だけで1時間半ぐらいかかってますね、多分あの動画では編集されてますけど。はい、こんな感じで完成という感じですね。はい、こんな感じです。はい、それではですね、完成した絵がこちらになりますね。これがまあ一次試験の合格作品になるわけですけども、まああの狙いですよね。なんでこういう描き方してるのとか、どういうところに特徴があるのっていうところを一応説明しておくと、さっきも言ったようにやっぱ描き方がちょっと特殊なんですよ。まずはこのぼやけた感じ、
ですね。このザラザラと浮いた調子でぼやかして描いてる感じは、普通はデッサン描いていくとどんどん描き込んでいって、こすっていって色が重なっていくわけですけど、あえてですね、それをやらずにですね、こう風合いを出すっていうふうにしてるわけですね。で、まあ結構見ていただけると分かるように、輪郭がですね、こういうところとかこういうところとかほとんど溶け込んでますよね。でこう端っこだけキュッキュッと、ぶつかるところだけキュッキュッと描いてですね、こう3点ぐらいですね、3箇所ぐらい重なるところはこうしっかり描いてるんですけど、あとはもう溶け込ませています。で例えばこの辺のビーカーのこの色とこの色とかもそうですけど、この辺こう隠しちゃうとですね、もうほとんど色一緒なんですよね。真ん中ら辺に隠しちゃうと、もうビーカーと壁ほとんど色一緒ですよね。だから ここの重なってる部分だけ、ちょっとぶつかってるところだけ描いて、まあ、あんまり他は描かないっていう風にして省略してですね、描いてます。でそうすることによって何が起きるかっていうと、なんかすごくムーディーになるんですよね。やっぱりすごく雰囲気が出て、空間とか、まあ、あとは光ですね、空気感とか、そういったものが強調されるような絵になってきます。で例えばちょっと小技を聞かせてたのは、さっきも言ったように、ここがこうちょっとひび割れてですね、硬い質感が出てるところなので、ここだけはちゃんと擦り込んでですね、描いてたりとか、他は全部ほとんど同じグレー、色にあんまりコントラストつけないでですね、ほとんど同じ色でちょっとこうぶつけたり、ちょっと打ち出すだけで描いてるんですけど、ここには真っ黒を入れてたりとか、ね、この球には真っ白を入れてたりとかして、ちょっと目立つとこ、ここはちょっとキュッと描いたりとか、反射のところですね、いうふうにちょっとこうポイントポイントは限ってるんですね、ようにしたりとかしてます。あとですね、これはちょっとマニアックな話ですけども、このメモリですね、メモリーよく見てみると、この辺は白で抜いてるんですよ、消しゴムで消して描いてるんですけど、ここは木炭で塗って黒く描いてるんですね。でまた白で抜いて、また黒くなってって感じで、なんか線をビーってね、消しゴムで抜いたりとか、木炭でザーって描いてるに見えるかもしれないですけど、結構時間かかってます、ね、ちゃんと明るくったりとか暗くなったりとか、明暗がこう移り変わってるので、これ線一本でもね、非常にこう気をつけて描いてますね。であとはですね、画面端ですね、この画面端実はちょっとだけ黒く締めてるんです。こういうふうに動きとしては、画面の外からこういうふうに木炭を動かしてですね、この画面の際ですね、画面の耳になる部分はちょっとだけ黒をためるようにして、この壁が抜けちゃってですね、あんまりこうスカスカならないように、壁側のところはこうちょっと上から締めてですね、この左側もそうですよね、こう境界線をちょっと締めてるんですね。だからここの明るい部分が何も描いてないんだけど、結構こう壁に見えてくれるというふうな演出をしたりしています。まあそうですね、まあ基本的にはその辺が大事なポイントなんですけども、垂直水平がね、非常に目立つ画面なので、こういう斜めを意識してみて、ちょっと台もね、本当はあんまり傾いてなかったんですけど、ちょっと台の手前は傾けて、で奥見るとほとんど水平なので、まあ、ちょっと演出的に斜めにしてるんですけど、あんまり垂直水平ばっかりだとね、つまんないので、こういう球体の曲線だったり、まあ、こういう曲線だったり、これ斜めだったりとかをちょっと入れてあげるようにしていますね。あともう一つ気をつけたのは比率ですね、まあ、こういう垂直水平が多い画面なので、こういう縦の切り分け方、この三分割とか比率が全然違いますよね。大きい、中くらい、小さいとか、この辺も大きい、小さい、中くらいとか、まあ、そういうふうにこう なるべくですね、比率がこうバラバラになるように気をつけて入れました。まあその構造を失敗したから書き直したんですけどね、一応こう直して、一応こういうふうにバランスが悪くないようにしましたね。ちなみにですね、さっきこう360番という意見の木炭を主に使っていると言ったんですけど、ちょっと補助でこういう暗いキリッとした部分とかには361番ですね、柳じゃなくて桑の木の木炭を使ったりしています。硬くて黒いんですね、かなり濃い色が出るんですけど、それをまあ補助的に使ったりとか、あとはこうちょっと繊細なトーンを作るところとかは、まあ、動画ではあんまり映ってなかったんですけど、実は鉛筆動画も併用したりしています。その時はこうファーバーカステルの、まあ、8B とか使ってですね、あんまりこう鉛筆だと木炭と違ってテカテカするので、あんまりそういう光沢が出ないようにですね、気をつけながら鉛筆でも実はちょっと細かくトーンを入れてですね、調整したりはしてますね。はい、いかがだったでしょうか。まあこんな絵が出来上がったわけですけれども、まあこの合格再現作品ですね、まあ見て何やってんだろうとか、大したことねえじゃんとかね思った人もいると思うんですけど、意外と手間かかってて、まあ、あと実物見るとですね、結構その浮いた調子ですね、ザラザラっとした調子がかなり目立つんですよね。並べると結構特殊な描き方をしてるっていうのが伝わるかなと思うんですけど、ちょっと画像とか動画だとね、伝わりづらいところもあるかなと思うんですけど、一応解説を加えてみました。
はい、こんな感じで、まあ、芸大の入試の作品解説したわけですけども、ちょっと前の試験なんでね、今と全く状況とか環境が同じだとは思わないですけども、ただこう受験をしている人とか木炭のデッサンをやっている人とかには参考になる部分もあるのかなと思って今回動画にしてみました。で、今回こうやってみた中でもうちょっとここ聞きたいとかですね、ここもっと質問があるっていうのはぜひコメントとかで聞いてください。そしたらまた僕も動画でね答えたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。というわけで芸大の受験再現作品の解説ということでした。今回の動画ちょっと面白かったなとか、今後もねこういう情報を発信していくので、気になるなって方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは終わります。ありがとうございました。